はーい皆さんおはようございます。今沸きまして皆様のコメント見ました。えー、今日はちょっとね、これから学校に行きますので少し急ぎ足になってしまうので、えー、申し訳ないです。はい、えー、タップダンス7時さんありがとうございます。 えー、テレビや動画などのへの出演というと、槍、えー、沼純子さん、本田剛志さん、荒川静香さん、中野由香里さん、えー、鈴木亜里子さんといった口調が落ち着いた方や、あるいは佐野稔さんや伊藤みどりさん、えー、安藤美希さん、織田信成さん、松田達樹さん、村上佳菜子さんといったおしゃべりがはっきりしているけれど、 個性の強い方が起用されやすいでしょうか。個性が強いっていうところ合点ですね。僕、この中で特にね、あのー、村上かな子さんの存在感すごい大きいと思いますね。うん。あと、松田さんは、まあ本、哲学王子っていうところで、小田君は、小田さんは、まあ、ユーモアさあ,あってっていうところですかね。安藤さんはいろいろありますよね。うん。なんか、いろいろこう、芸能的に、その、なんかこう、ね、うん、ありますよね。 うん、なので、そういうところですかね。うん、中野さんはそんなに出てこないかなっていうイメージありますけど、鈴木明子さんは、ねあの、なんか落ち着いたおしゃべり、お話が多いかなと思いますけどもね、うんはいまあ。テレビの解説というとそういうところで、あ解説以外のところもそうですね。であと、小塚くんさんも、ね、たまに出てきますけどもね。えー、浅田真央さんや、えー、高橋大輔選手は、 羽生選手、宮原聡子選手なんかは、人前で話すことに苦手意識がある、自分に解説などの仕事は向いていないというようなことを以前語っていたように、えー、思います。宮原聡子選手がそういうふうにおっしゃっていたのは、ちょっと初耳でしたね。うんえー、っとそして、 え現役選手だと坂本香織選手や宇野昌磨選手、えー、友野和樹選手なんかは少しテレビに慣れしてきた感がありますね。なるほど、友野君、確かに、鍵、えー、山優真選手や菊池若葉選手も打てばなる人物のような、えー、気がしています。ということでね、今後、あの非常に気になる選手たちですけどもね、宇野君なんかあんまりね、あの、ね、宇野選手ど、どうでしょうかね。うん あとは羽生選手とかあんまりこう解説とかねあのではなくてなんか羽生選手独自の番組を作ったりとか違うね方法でなんかメディア出演するかもしれませんけどもね。 えまあ何しろメディア出演する以外に強く打ち込めるものがあるのは素晴らしいことなんで新しいアイスショーでの活躍を願いつつふとした時にテレビなどに出てきたら喜びましょう、えー、そして個人的に浅田舞さんはあこれ、えー、奇妙な際の問題発言などあったのであまり出てほしくないというか好きになれないですこれ確か 奇妙な,選手なんであんな点数出るのか私も分かりませんとか言ってたやつですかねちょっとあの僕はそれしか記録覚えてないんですけどなんかなんかありましたよねうんそうそうそうまあ真央ちゃんのねねライバルということだったんでそのお姉さんまあ本当のことがボロって出ちゃったのかもしれないですね うんまあ、こういうバクロス系とかは結構バラエティ的にはあれなんですけど面白い感じはあるんですけどもね。うんえー、くみさん、えー、こんにちは。まおちゃんはテレビ出演はあまりお好きじゃないようですね。うーんなるほど、うん。そうなんですね。なんか、うん。ねなんかちょこちょここう出てくるかなっていう感じはあったんですけどね。解説とかなんか非常に穏やかでね、話される感じがあるかと思うのでね。うん でもあんまりテレビ出てこないからなんかうん違う方面での活躍をえ準備したりとかしてるのかなうん。 まあ、必ずみんなね、あの現役、あの活躍した選手がみんな出てくるかっていうわけではないっていうのがね、ちょっと分かってきて、なんかこの前は、前までは、なんかその、なんか必ずメダルを取った選手、オリンピックでメダルを取った選手は、なんかその後とはまあ芸能界に必ず出るみたいなイメージがあったんですが、なんか僕そういうわけではないようですね。うん。個性とかも関係ありますね。えー、そして、マ、ま、ルくん DX さん、ありがとうございます。 えー、鍵山くん立て直しましたね。いや、本当ですね。技の質っていうのか、高得点の鍵なんですね。勉強になります。でも全体的にね、質がいいと。えー、鳥の灰のセカンドループを飛んだ選手が多かったよ。これ、合点ですね。本当に合点です。あの、えー、っとね、それこそ、その鍵山選手なんかそうですね。で、えー、っと、セカンドループが大好物です。かっこいいですよね。セカンドループね。うん。 で特にルッツフリップのあとのループ僕はルッツループの方が好きなんですけど、えー、ちなみに僕はあのセカンドループで一番好きなのは安藤美樹さんですね。 うん、安藤美紀さんのトリプルルッツトリプルループは、うん、好きですね。好きですね、あれはね。えー、っと、チェシュンファンのルッツループ失敗からすぐにフリップループをつけたリカバリーに感動しそうそうそうやってましたよね、フリースケーティング、うんまあ。チェシュンファンのルッツループは安定感あるんですけど、でも、なんかフリップループもできるっていう証明をおっしちゃったっていうのはすごいですよね。うん あ,のあそこはトリプルフリップ、ダブルトーにするかな、みたいなとこあったんですけど、よくね、フリップにループつけた。まあ、僕はトリプルフリップにもループつけれますよってね、言わんばかりのね、ほんと素晴らしいと。まあ、確かダニエル・グラッセルくんとかもループがね、できる感じがね、ありますけどもね。あと、ロシアの選手もやってましたよね。名前を忘れましたけども、前半の選手で。うん。ちょっとこう、いかにもっていう感じの人でしたけどもね。うん。 衣装が独特ないかにもな感じの人。はい。えー、そして、マルクン・ディクさんも一緒。えー、ロシア女子間の、あの、女子間の競争率の高さ。一昔前の日本が、えー、表彰台独占してた時が思い出されます。や、ったんですよ、本当に。うん。そうそうそう、あったんですよ。そういった時がね。うん、まあ、その、それこそ荒川静香さんが金メダルを取った周辺ですかね。 うんえー、そこからまあバンクーバーあたりまでですかね。うん、日本が結構席巻をしていた,といたと思いますよ、うんえーまあ。昔はね、ある程度ミスがあってもあのメダルが取れたりとかありましたけどもね。だから案外この個性が強い人がね、昔は個性が強い選手が、ね、トップに多かったと思いますよ。うん、今は、まあ、どちらかだたらもうジャンプありきな感じで、もう演技がもう深刻ですよね。 うん、え昔はもう鈴木亜希子さんとかね、もう本当、あのー、いろんな個性のある選手、うん、真央ちゃんとか、まあ、村上佳菜子選手みたいなその個性的なジャンプを飛ぶ選手、ちょっとこう癖があるかなと思う選手でもこう、例えば中野ゆかりさんの巻き足のジャンプとかもね、まあ、個性がありますよね、ただテクニ技術的にちょっと点数がこう下がっちゃうっていうのがあるんですけど、まあ、そういった選手でもまあ十分こう活躍できるとあった。でも今は 本当に軸は細くて、もうテクニカル的にもうかなり上というか、もう本当、そういった選手しかね、あの注目な,んないので、うん、だから、そういった意味ではね、まあ、昔の方が個性的な選手が多かったなっていうのありますね。うんえー、全日本がもはや前戦とあ、世界選手権と五輪レベルです。本当だったんですよ、そうそうそう、た、まあ、多分荒川静香さんの効果っていうのは大きかったと、真央ちゃんもいたりして。うん そうだったんですよね今はちょっとロシアのこの石鹸がね定義チームを中心にすごいとうそういった意味ではまああのなんとかその、ね、2000えっとだからっちオリンピックの時はもうそっかリプリー使いは出てきちゃうとかねまあっちオリンピック辺りから様子がね変わってきたかなと、うん、この子のロシア弱かったんですよぶっちゃけるとうんまああのなんだっけなえーね、レオナは出てきましたけどもね スーツ替え以降はね、あんまり出てこなかったですもんね。うんえー、レモンミカンさん、こんにちは、ありがとうございます。河、え、辺、ー、選手の救カ方のミラクルの動画が流れてきますが、大きくよく映った顔から始まります。すみません、これ僕ね、あのよくそこおっしゃってくださいましたと言わんばかりに心の中を思ってます。えー、実は僕ねあの、心当たりあるんですよ。可愛いい明るいちょっと不敵な笑み えー、テレビの男性解説者は英語で何を言っているのか分かりませんでしたが、その口調から伝わる感じが、は、え、じ、ー、けている河辺選手に明らかに魅了されていたような面白いノート。これね、ね、本当なんんですよ。カービさん、ね 僕、そういう時期ドキッとしますね、うん。本当に。うん。あの、別に、そういう、なんか、そういうことか。<laughs> えっと、はじけている川辺選手に明らかに魅了された。あ、うちの主人も川辺選手が好きみたい。なんで隠れなのそう、これなんですよ。僕ね、ここが大事なんですよ。うん、隠れファンなんですよね。なんか、このね、ちょっとこれはね、つけた方がいい。つけると、なんか、しっくりくるというかね。三原舞依選手に関しては、 本当天使なんですよね。風のオリーバストロみたいな感じ、こう風がふーっとこう吹いていくるような、なんかね風とか天使とか妖精でそういうとは違うんですよね。でもカーベマさんは。 ちょっとあの、始まるとことは、あとね、注目語ですよ。あのジャパンオープンの時とかとか、スローモーションで出るんですけど、あのジャパンオープンのトリプルルーツ、ダブルトーループ降りたときに、ちょっとこう、手をひらっとして、顔を向けるんですよ、あのジャッジの方向に。で、そこもね、あのビデオはしっかり撮ってるんです、ビデオ班はそ、そこをしっかりと捉えてるんですよ。うん だから色気、色気ですね、色気のこう、なんていうんですかね、なんとも言えないこう、こう、そういう感じ、うんあの、あるんですよね、うん。ちょっとだから、ドキッとするっていう、ありますよ、だから、うん、はい。多分男性の方はね、ちょっと、そういった意味では隠れファンの方が多い気がするんですけど、そう隠れっていうところが、なんかその大事なんですよね、うん。 そうこれはちょっと伝わりにくいかも。女性の皆さん、ちょっと分かりづらいとこあるかもしれませんね。はい、えー、タップダンスのじさん、ありがとうございます。まだメディアで表立って取り上げられている選手ではないからです。あのね、これね、実はね、違うんですよ。そこじゃないんですよね。この隠れっていうのは、 あのそういうことじゃなくて、ちょっとね、ま、まあ、いいや、これは僕の世界がわ分かんないんで、はい。NHK 杯で坂本選手を上回ったりなどをして、印象を残せば知名度は爆上がりすぎると思います。とはいえ、隠れというのは僕も違和感ですね。ここ最近の活躍を受けて、ファンは増えてきてるので、もはや川辺選手のファンは隠れではなくなったと思います。そうなんですね。まあ、隠れっていうのはね、なんかそういうことじゃなくてね、違う暗示なんですよ。そそそそうそうそううん まあい,いや、これはちょっと僕の世界なんで、はい。うん。えー、そして、ベルボット・ジン・ムカさんありがとうございます。浅田真央さんは、喋、えー、ることがあまり得意ではないと言っていたのもあるし、えー、解説のオファーを断っているという話を聞いたことがあります。えー、自分は彼女が一回でいいので、演技の解説をするところが見たいですね。 そうですね僕も見たいんですよね。だからなかなか真央ちゃん出てこないので、まあ、そういった演技の解説とかね、えー、村上佳菜子さんはね、まあ,あのそういったユーモアさとか、ユー,ユーモアさというか、その、まあ、暴露系ですよね。うん。えー、まあバラエティーとかも結構引っ張りだこな感じがあるんですが、真央ちゃんはそういった意味ではちょっとあれかな、出てこないですね。何かメディアは心配してるのかなわかりませんけども、それと真央,真央ちゃんが先ほどみたいに、テレビがあんまりお好きではないというところかな。五輪のメダルは な,なかったですが、フィギュアスケートを日本でメジャースポーツにさせた功労者です。えー、グランプリシリーズや世界選手権などタイトルも複数取っているので、えー、テレビ朝日も視聴率の面でかなり儲けさせてもらったんがあるはずです。これは荒川さんには到底できなかったこと。ああ、なるほどですね、えー。それなのに荒川さんばかり解説をし、浅田真央さんが解説をしたいのか、できないのかわかんないですが、はっきり言って納得できないですね。うーん、ねえ、真央ちゃんね。 で,で,でも本人が断ってるっててるいう可能性ありますよねただね僕、荒川さんの解説って、僕、実は結構すごいと思っていて、なんか年々、なんかその、良くなってきてる感じがあるし、まあ、非常に選手のことを見てるなって思いますね、僕はね。うん まあ、そこは、あの、人によって意見分かれる部分ではあるんですけどもね。正直、乱暴な言い方になるかもしれないですが、荒川さんと浅田真央さんを比べた場合、圧倒的に人気があるのは浅田真央さんであり、荒川さんは金メダルを取ったというだけで人気はないと思いますよ。え、フィギュアスケートをメジャーにしたのは浅田真央さんであり、荒川さんではありません。だから、荒川さんばかり解説をするのははっきり言って好きではないですね。うーん、まあ、いろいろ意見はありますけどもね。うん、荒川さんの大らかさ、 かかさというかまああの落ち着いた安定感とかっていうのはねまあそのまあ女王な感じがあってこれはこれでまた人気のあると思うんですよ、まあ、あの時ねちょっと真央ちゃんがねまああのすごいこう真央ちゃんフィーバーっていうのもありましたからねうん。 そうですねまあ荒川さん自体もそのトリオリンピック行く時にぶっちゃけも央ちゃんが行け,行けなくてよかったみたいなことも話されてましたけどもね、うん、全くタイプは違いますけどもそのでもだんだん荒川さんもねなんかあの現役の時とはねなんか変わってきたというかうんあのなんか勉強されてるなってすごく思いましたね僕はねうん。 はい、そしてタップダンス、アナさん、それについてのコメントで、えー、ベルモット・ジンワカさん、あなたが最初に述べている通りの理由ですよと、喋ることがあまり得意ではない、解説者に求められるのは目の前の演技を冷静に分析し、それを適切な言葉に変換して、視聴者に的確に伝える能力です。これ僕苦手なんですよね。 そう。自分でこれ見てて、ああ、苦手だなと思って。はい。えー、その点においては、失礼ながら圧倒的に荒川さんの顔質無理。そうですね。僕もそこは同感ですね。うん。なんとなくそんな感じがしますね。上手だなと思います、本当に。だから、こういう経験とかしてきて、やっぱり、ね、上手くなっていくもんなのかもしれないですよね。結構なんか批判、最初の方は厳しいみたいなことありましたけど、まあ、結そんな厳しくはないですよね。うん。 現在、伊藤東緑さんがあまり起用されなくなってしまったのもこれが確かに言われてみるとそうですね、うん。あの、安藤美希さんの4回転を3回転ですとしきりに言って、ああ、知ってます。これグランプリファイナルだったっけな。なんか覚えてますね。あれこれ2 0 0八8年かな。 あの、彼女がね、曲をですね、ジゼルから、まあ、このジゼルも確か、あの、中野ゆかりさんとかぶり問題でこれね、YouTube やってましたけどもね、うん、お前が帰ろって、ね、言われたらしいですね、あの、ニコライモロ族にね。で、そこで曲をね、あの、オルガンに変えたんですよね、グランプリファイナルから。で、多分、その時かな、確か、四回転サルコをやったんですよ。あれ、めちゃくちゃ良くて。今だったらアンダーローテで良かったんですが、あの時なかったんで、まあ、ダウングレードでしたけどね、うん。まあ でもまああのこの時に確かそうあれ伊藤みどりさんでしたっけなんか本田武さんか忘れましたけども誰かね3回転でそうやって言って僕ちょっと間違えてるかなうん。 どっか間違えちゃったかもしれませんが、浅田真央さんの魅力はやはり無邪気さと情熱さだと思う,思うんです。ファンが期待する浅田真央さんのそんな姿を解説という役割を見いだすことはできません。それよりは表情で演技をする姿やラジオなどで楽しく喋っている方がより魅力的な真央ちゃんを見ることができると思います。 えー、なんといってもこれまでフィギュアスケートの布教に勤めてきた方ですから、これからは伸び伸びとやりたいことをやっている姿を見守ることにしませんかそうですね。なんか、まおちゃんさん、後でお話しするんですけど、桃田さんがお話ししてたんですが、えっと、あ、あさっきじゃあ見ま,見ますか、それをね。はい、桃田さんですね、こんにちは。えー、おっしゃるところによると、まおさんの夢は将来的にマオリンクを作ることと、自給自足の畑を作ることだと、サンクスツアーが終わった後に話されているということなんでね。 なんかそういうことみたいなんですよ。うん。ちょっとなんかフィギュアスケートという、まあもちろんリンクを作るっていうのがあるんですけど、この個人的にこの自給自足の畑を作る真央ちゃん、結構なんか、うん、なんとなくなんだよ、想像できるんですよ、僕ね。うん。だから、まあ違った方面で活躍したりとかってなるかもしれないですね。うん。まあ、わかりませんけどもね、将来は。うん。何が起きるのかっていうのはね。 はい。弥生さん、こんにちは。ありがとうございます。羽生選手、木平選手、鶴る選手と怪我での危険、あ、と怪我で危険の NHK が誰が優勝するかわからなくなりました。いや、もうこれは坂本さんチャンスですね。これは、ちょっと金取りたいところですね。うさちょが出たりとか、ありさりゆがいるんですけど、まあ、あの、本当にもう自分との勝負になってくると思うので、まあ、皆さんそうですけども、ちょっとここは坂本さんね、あの、日本、全日本前にアピールしたいところですね。うん。個人的 にはね、先ほどの川辺選手ですね、もっともっとこうアピュールチャンスにもなるので、できればメダルを目指してほしいっていうのあるんですけどもね。PCS を上げたい。うん そうそうでもテクニカルエレメントもね、少し下がっちゃったからね。うん。だから、何なんだろうとかって思いながら見てるんですけども。えー、ハンナさん、ありがとうございます。株さん、嬉しい動画をありがとうございました。これ、羽生選手のことですね。千場ズルのやつ。えー、私も羽生さんが4回転アクセルの成功が今の一番の目標と聞いた時から、千、え、場、ー、ズルを降り、祈願をしていました。なんか、羽生選手っていうと、羽根がやっぱりつきますね。千場、羽生、羽。うん。怪我の情報を聞いたら、 あの聞いてから回復祈願に書いて祈っています。えー、外国の方がセンバズルを折り、投稿してくださり、本当にありがたい。さすが世界から愛されているんだなぁと、負けずに応援したいと思います。半田さんもね、えー、センバズル折られているよということなんで、まあ、これが、この思いがね、届くようにということですよね。まあでも、外国人がセンバズル折るっていうのは、ちょっと、これも新鮮で、なんか、すごいですね。うん。 あのね、あの、温かいというか、なんかそういう日本の文化というかね、うん、なんかいいですね。うん。まあ、羽生選手の羽根がね、なんか選バズる僕は、ここが、ここが僕はちょっとトピックなんですけども、はい。え、EM さん、ありがとうございます。株君はありがとうということでね、はい。え、これは羽生選手4回転できるかどうかはこれ、タらっとおらないですね。うん。そうそう、これ、友達にやってもらったんですけどもね、うん。結構前の動画でしたけどもね、はい。 えー、そしてゆうみ,なみ様ありがとうございますこんにちは鍵、えー、山選手の逆転本当にびっくりしましたグランプリシリーズいろんなことが起きますね、えー、本当ですね今期は 怪我が本当に多い。でも選手たちの怪我が多くて、とうとうトゥルソワ選手まで欠場なんて、NHK は本当に楽しみにしていました。そうなんです。怪我が多い。あとは、日本選手素晴らしいんいですよ。みんな素晴らしいですよね。本当に。だけど、その後の、ロシア選手の、あのー、本当に、あのー、にやられる感じうん。 以前だったら、先ほどもね、日本が強かったってお話ししてましたが、よく湯花選手だって、あの点数だったら十分にメダルが取れるようなことあったんですよ、昔はね。でも今はロシアが強いですね、本当に。うん、ロシアというか、それ以外の選手の点数も高いし、なかなかね、あのー、本当に難しい。昔はね、技術点とプログラムコンポーネンスは120点ぐらいでもね、120点がフリーで、まあ、180点ぐらいでも、なんかメダルが取れてる時あったんですよ、昔はね。でも今はねまあ最 システムも大きて変わりましたしねだからまあ比較はできないんですけどもねダブルアクセルトリプルトーとかトリプルルッツトリプルトー入れてもねそれでもねちょっと点数が出なかったりっていうねことがまあうん まあ比較できないんですけどもね、えー、とうとうトゥルサー選手まで欠場なんて、NHK 杯、本当に楽しみにしていました、羽生選手の4回転アクセル、そして出場する選手はメンメンタルメンバーでおまけにテレビで放映があるので、わくわくしていたのに、そうなんですよね、NHK 杯は、たぶん NHK で放送されると思うので、まあ、そういった意味でね、まあ、本当に唯一、ちょっとかしこまった感じで見ることができたと思うんですけどもね、なんか NHK 杯だって、空気がちょっと違いますよね。グランプリシリシーズ 中でもね、まあ日本人だからっていうのもあるかもしれませんけどもね、うん、またこうジャパンオープンとも全日本選手権とも NHK 杯っていうね感じがあるっていうね うん、羽生選手の代わりに山本選手、紀平選手の代わりに川辺選手が出ますね。二人には頑張ってほしいです。そうですね、山本選手、河、えー、辺選手、あの全日本前の大きなアピールということになりますね。山本選手はすごいいいジャンプを持ってますから、これが成功できるかどうか、ポイントになってくるなと思います。川辺選手も同じですね。彼女は、まあ、完璧にジャンプフリー決めてくるんですけど、まあ、ちょっと点数出にくいっていうところは、まあそ、フリーよりも正直ショートですね。これがあの ショートで、まあ、あのステカナは大きく崩してしまったんでね、まあ、そこをこう、ね、あのショートで、まあ、あのミスなく、ねまあ、トリプルアクセルやるのかどうか、ねえーまあ、それが失敗したことによって動揺してルッツも行っちゃったっていう感じなんで。うん そこをどう判断するかというところも気にしながら見ていきたいですね。二、えー、人には頑張ってほしいです。宇野選手も坂本選手も松雪選手も三浦選手も、えー、選手大乗り見させてファイトです。まあ、この松雪選手がどう演技してくれるか、そこも非常に気になりますね。彼女は今期あの情報が少ないですからね。なので、まあ、あの松雪選手の状況ですね。気になるところです。あの基本的にはみ、あの あの個人的には三浦選手の、えー、その、まあ、あまりよく見たことないので気になる選手ですね。あとは宇野くんのボレードですね。えー、坂本選手の、まあ、フリーステーティングもね。 ちょっとまだ安定感ないですからね。まあ、この NHK 杯でさらにこう、安定した演技が見るか、見えるかどうか。まあ、おっしゃる通り、あの、坂本選手、一回安定した演技見せると結構その後強いっていうところがあるかなと思うので、えー、まあ、NHK 杯はね、そのまま頑張って、あの、欲しいところではあるんですけどそして、ユーミナミ様連投です。イタリア大会では怪我をしてグランプリシリーズを欠場している羽生選手を励ますメッセージが、え、冒頭に書かれて、ファンの人が会場で掲げていたことがあります。このこととい、センバーズルのこととい、 とい,い羽生選手は世界中にファンがいますし、えー、みんな応援してくれています、そうなんですよね、アジア圏を中心に結構多いかなっていう印象で、まあ、特に中国と韓国のファンがすごいなというのがあるんですけどもね、やっぱり羽生選手はすごいです、え世界の宝、紀平選手も表情練習ができるとのこと、よかったです。 なんか、どうなんでしょうかね今できてるのかなちょっとわかんないですね。でもトリプルアクセルと4回転サルコーはできてるみたいな話を、なんかして、大阪ーーがね、してるようなんで、なんかやってるみたいですね。もしかしたら右足が痛いので、まあ左足で飛ぶ、まあアクセルとサルコーは、多分やりやすいんじゃないかなと思うんですよね。ただ着氷の足が右足なんで、そこが微妙なんですけどもね。えー、ところで、羽生選手はカナダへ戻らないでしょうかそこなんですよ。 まあの羽生選手は本当はね、クリケットに行った方が木平さんとともにね、リハビリしながらできるかなと思ったんですけどもね、なんかで、ね、やってないですよね。あのなぜかは分かりませんが、新コロの影響もあるかもしれないですね。できれば戻って、大沢コーチのもと、きちんとしたケアを受けてもらいたいです。一人で頑張るのはいい,い,いと思いますが、今回ばかりはやはりかあの、やはりそばにフォローしてくれる人がいた方がいると良いと思います。そうなんですよね。だからなんで行かないのかなっていうところあるんですけども、これもちょっと、 分からないい点が多いですね、うんまあ、個人的にはまあ4回転アクセルの練習がねまあ邪魔されてしまうっていうね、まあそのできにくくなっちゃうんじゃないかなってあったんですけど、でも大野さん、コーチね、4回転アクセルサポートするっておっしゃってますからね、だから違うのかなみたいな新、新型コロナかなってちょっと思いますね。うん、そこのやっぱ感染とかの影響とかね、うん、ちょっと僕はよくわかんない、まあ、ミステリアスな、ミステリアな部分が多いですね、今ね。うん はいえそして個人的にもう一つ気になった情報をお話ししていきたいと思いますえー、ミミココさんありがとうございます狩山選手のフリッピー・アルッツが話題としてツイッターが上がっていましたえー、プレドテえわら間違ってたらごめんなさいこれね僕の中トピックのニュースですねあの狩山選手のフリッピー・アルッツがあのプレドテになってるんじゃないかということでこれ初めて知りましたえー、あの初めてあのこんなことが話題になってるっていうのは知りませんでしたねえー、どうしようかんでよくわかんない のですが何か問題あるのですが評価もされているし優勝もしたので何も問題はないのではと詳しく教えてほしいです僕ねあの耳コミミココさんの今コメントを見てえそんなことなってんのって思,思,思いましたあんまりね見てなかったんでそこをちょっとこんあの今度確認してみたいと思いますこれちょっと初耳ですね、うん、はいちょっと見てみますはいそしてこれもたさんの先ほどの真央ちゃんの自給自足のお話で えー、ゆうユーさんありがとうございます。私もマオさんが解説している姿は想像つかないです。えーかぶさん、今日は大雨あに当たりました。あ、日本は今日大雨ということなんですね。僕は皆さんにしっきりにこんにちはって言って雨マークをつけてしまったんですが、あ、晴れマークをつけてましたけど、あんまり関係ないですね。うん、雨でも晴れでも、あの、基本的にマークは晴れマークでも明るい感じがしてね、いいと思うんですけどもな、大雨ということで。で、11月の大雨っていうのはちょっとなんか、 あの想像ができないんですけどもね、宇宙に行っていた星路さんがもうすぐ地球に帰ってきます。IOC の公式サイトで、羽生結弦、紀平梨花、トゥルスワの3人の大スターが辞退したと伝えられたそうです。 えー、そうだ、ああ、なるほど。えー、っと、NHK 界はちょっと残念ですけど、日本選手には優勝のチャンスがありそうです、ね。そうですね、まあ、特に、あのー、まあ、坂本選手ですね、今回はちょっと優勝してほしいですね。うん。えー、まあ、あのー、まだ分かりませんけどもね、あのグランプリファイナルの可能性もゼロではありませんから、まあ、あの可能性を残す形でね、えー、うん。 あの優勝ぜひ目指してほしいなとあり思いますね。まあ結構、あのではアスケーターアメリカではね、それこそ完璧な、ほぼ完璧な演技をしたと思うんで、まあフリースケーティングはですね、まあ今回はショートもフリーも合わせて、えー、雰囲気完璧な演技をまずはしてもらっているところが、まあ日本選手としてはあ、日本としては大きいですね。うん、まあ、でもなんか 紀平、ね、選手に関してもトリプルアクス4回転サルコを飛べるみたいな話もありますし、えー、まあ着実にね、えー、準備を重ねてる,寝てるのかなってあります。一方、ドゥルサーさんはあの骨折なんで、まあちょっとそこも気になりますよね。ただ骨折とか、なんか治りが早いみたいなことも、なんか話ありましたけども、まあそれにしてもスポーツ選手ってすごいですね。骨折とか普通してたら、もう歩くことだって難しいのにねな、そういうなんか、すごいですよね。うん 普通、骨折とかしてたら、本当、松葉勢とかついたりして、なんかね、足もこう、包帯でぐるぐる巻きにして、ね、過ごさなければいけないんですよトゥル鶴澤さん、骨折をして、ね、4回転ルッツやったわけですから、スケートアメリカで、ちょっと想像の域超えてますね、もう本当、スポーツで手、すごいですね、アスリートっていうのはね、うん、すごいっていう、いろんな意味ですごいっていう、思うんですよね。うん はいえー、そして、八尾さん、ありがとうございます。浅田真央ちゃんは、真央が行くというパラリンピックに出る人を取材する番組があって、えー、そこではとても笑顔が自然体で解説するように合っていると思いました。あ、なるほどですね。この真央が行くっていうのは、ちょっと僕が初めて知りました。あのすみませんあ、僕あんまり詳しくないですが、真央が行くというパラリンピックに出る人を取材する番組。あ真央ちゃん、そういう感じ、やっぱりあの世界を明るくする、ねえーまあ、自然体の、 で、開発するように合っているとは思います。そうですね。開発量とかになっちゃうと結構あれかなうん。でも荒川久ささんも結構自然体な感じがあるんですけどまあどうでしょうかねまあ人によって違うとこはありますがね。 うん、あんまりこうバラエティーとかっていうのはないかもですね。確かにね。うん。あの、バラエティーとかと暴露系とかの方がね、なんか起用されやすい感じがあるんですよ。暴露系とか、ちょっとこうね、個性があって、ちょっとアンチもいるよ、みたいな感じの人ですね。うん。意外とそういう人の方が、まあ、バラエティー出てくるのかなってあるんですけどもね。まあ、解説料とかはね、ね、もうちゃん出てもいいかなって思いました、僕ね。うん。なんとなく浅田萌さんは、解説をされて、される浅田萌さん見てみたいっていうのは僕あるのってで、テレビで解説するのあんまり好きじゃないっていうところもあるの かもしれないですね。まあ、そこはまおちゃんの人生ですからね。はいえー、というわけで。 え皆さんたくさんのコメントいただきましてありがとうございます。基本的にね、あのー、まおちゃんがなんでね、テレビに出ないのかとかとかね、それから、まあ、きあのー、個人的には鍵山選手のね、あのー、プレゼンテーション気になっちゃいました、うん。ちょっとモヤモヤがね、残るんですけどもね。あと、川辺選手の隠れファンですね。あれはね、ちょっとね、違うんですよ。あの、な,なんていうんですかね。ちょっとこう、こう、そう,そうなんですよ。そういうことなんですよね。はい。というわけで、えー、本日はこれで以上になります。一回動画をこれ止めていきたいと思います。